めいですねちなみにすごくでもまあでも今日でね治るんじゃないかなさすがにいやでも一もはや一周しちゃうかもしんないなんかもうすぐバレンタインだからなんかバレンタインの材料買いに行こうって言われて「いいよっ」つ <laughs> って「よつってついてたでも今日はね 10時からね家族でねケーキを食べるのでホールケーキやったー嬉しいー <laughs> ケーキを食べるのでそれまではやっぱ起きとかなきゃいけないんですよね目がパチッチえメイク変えたの分かったってこと <laughs> 今日メイク濃いんだよ私なんか去年の夏くらいにしてたメイクを今日してみたんですよめちゃくちゃ久しぶりに弟の誕生日 誰のだ誰の誕生日だえっとね弟の高校の合格祝いです <laughs> 弟の高校の合格祝いです時間決まってるえんかね今ご飯食べ終わったからじゃあちょっと時間あけたいからじゃ配信してくるわって言ってねめでたないでしょそう高校の合格祝いに ケーキをね、ママと買ってきて食べるんですよくば,くばわくばわ涙袋かわいい、ありがとう去年の夏ぐらいにしてたメイクを久しびさにしてみたんですよ 私立っていうか千一が発表なんじゃないかなせ一の学校が発表なんじゃないかと思います高校 <coughs> が褒めとったとこあんた褒たパチパチパチいやーいいですね高校生活笑いのなんでしょうねどうか弟がモテませんように願うばかりです もうどうしようどうどしたらいいの私泣いちゃうんだけど弟に彼女できたら泣くよ <laughs> ちなみに監禁するべそれな弟君の彼女は別でお祝いしてくれるのかないないってあ <laughs> みんなみんなみんなさちょっと一旦一旦集合してもらっていい さん集合してもらっていいかなちょっとみんなに重大な今日はちょっと重大なことを話すんだよねちょっとまあ事の経緯をね発表すると事の経緯をね言うとねなん,かなんか弟弟にねなんかファンがいる。 結構な人数いるみたいでなんか結構な人数いるみたいで,なん,な,いたいでなんか急に昼休憩あのルンルンで外に,って外に出て遊ぼうと思ってた弟をトントンって肩叩いて「一年何組のまるですよろしくお願いします」みたいな「ちょっと待て」と「姉私ね別のイケメン探せ」 って思いましたファンクラブあるんじゃないの許せない無理 <laughs> 無理許せない違う違うバレンタインデーが行くすでにだからマジバレンタインで本当にどうしようと思って やっぱさ学校まで送り迎えした方がいいかな教室まで教室まで送り迎えした方がいいかしら <laughs> なんか急になんかなんか前からなんか DM とかでなんかあったらしいんだけどなんかあの「私のこと分かりませんよね」みたいな「分かんない」って弟が言ったらなんかあの「こんな話しかけに行きます」みたいな。 万全をもうちて、っう戦う準備 <laughs> <laughs> 違う時は第二ボタンとか争奪戦なのかな弟だあのボタン40個ぐらいつけていくっつってた <laughs> 40個ぐらいボタンつけていくっつってたよ弟君ってイケメンですが <laughs> イケメンちなみにイケメンだよ ボタン全部取っとけ逆にね <laughs> 逆にね, <laughs> 逆にね <laughs> いいねちょっとみんな考えたらちょっと踊って持てないようになる方法なんかあの納豆とかはさ制服のさ制服でかき混ぜてさめっちゃ匂いつけてさ <laughs> 臭い人で有名にさせようかなよくないそれ <laughs> あの公園のさ公衆トイレとかにさ制服かけといてさよくない <laughs> 鬼畜鬼畜すぎ白雪姫やってみたいですか白雪姫っていうか私はもうなんか存在が姫みたいなものだから <laughs> 熱いに、ね、顔に長生しよういや顔だってさ弟はさだってさもうだから考えないようにしよう <laughs> 考えないようにしよう <laughs> でも卒業式は絶対に行くよ <laughs> 絶対に行くよもう弟の横に張り付いてくるピトッもうこんばんは、ま 今日はね、アイドル配信しようかなと思ってアイドル配信もうすべてすべてのコメントにアイドルとして答えるもうあのもうこれがアイドルだっていう配信をする今からアクション <laughs> 泣くなよえっ心配してくれてるの <laughs> 嬉しいありがとう。<laughs> こんばんは、あ、こんばんは、来てくれてありがとうよかったらゆっくりしていってね鏡は鏡、世界で一番綺麗なのは誰と言ってくださいえぇ、え、リクエスト <laughs> 鏡を鏡、今日も間違えた <laughs> 間違えちゃった、ちょっと待ってね鏡を鏡、世界で一番綺麗なのは誰 <laughs> これちょっと恥ずかしいね <laughs> 好きな食べ物好きな食べ物はうーんでもいちごのいちご味のマシュマロとかかないちご味のマシュマロとかでもこう見えてなんかおせんべいとかも好きなんだよねなんか硬くてパリパリしてるところが美味しくてうんそうなの。 こんばんはあこんばんばは。ありがとう来てくれてよかったらゆっくりしていってね好きな虫はありますかええー。いや虫とかもほんとにあの苦手でだから何て言うんだろう,うーん虫とかは将来とか結婚とかした時にあの虫とか出たら怖いから守ってくれる人がいいかなキャップ出してきたえ キャップって何え？全然わかんない。何だろう？それ。うん、全然わかんない <coughs>。好きなアイドル好きなアイドルさんはでもアイドルをしてる。女の子ってみんな可愛いと思うから。